あの願いは。バーカ、嘘だよ嘘。さて、また街で遊ばれてじゃね。暴れてやるか。じゃあな、やっほー。わかりやすいほどのクズだ。どうした？お、皆さんの部屋に行きたい。仲いいんだな。ぜひぜひ、連れて行ってあげようじゃないか。はい。うおー！リミネが掃除している。掃除っていう感じじゃないけどね。応援する。そこ応援じゃなくて一緒にしてあげて。なぜニコニコしてるんだ、リミちゃんはリミちゃんで。はい、それじゃあ料理を、お任せで。ミラさんが、あゆなもだった。リミちゃんだけだった、無事なの。さあ、そしてゲームコーナーで、ルーレット妖精の翼が欲しいです。ください。あ、でも今回いけそうな気がする。あ、いけるー、いけたー、やったね。妖精の翼やったね。いいぞ、いいぞ。さあ、これはもちろん、ミラさんに。妖精っぽ、妖精っていうより、蝶々よね、普通に考えて。でもこの中の色合い的に見ていくと、これ綺麗、青っぽいやつ。まあ青か。はい、じゃあこれで、OK かな。はい、それじゃあ出発。出発。ここで伸びるんやね。なるほど。入ります。もぐもぐ。これは、夏野菜と肉のキャラバンが、お口の中を大移動。溢れんばかりの肉汁はまるで、砂漠のオアシス。落ち着いて。おや、私は美食家フローウィー。読み方がいつもわからんのよね。最高の料理に感動しています。この感動をぜひあなたにも。お、で、ドネルケバブ。ボナペティ。それじゃあ先に進みましょうか。あんなところに、あんなところに王子がいたよ。役立たずの王子が。そっか、隣の国から来た、にあったもんね。はい、開けます。水玉の翼が入っていた。お、もうあっという間に、あっという間に天使じゃなくなる。じゃ、これで、でもさっきまでのね、天使のやつめっちゃ可愛かったんやけどなぁ。はい、それじゃあ、この水玉の翼で、お願いします。正面から見たら全然ドラゴンって感じせんのよね。はい、到着。小悪魔の服、翼を5種類集めよう。達成。あっという間。はい、それじゃあ。ん？みんなの様子があったね。誰誰？あ、なるほど。ミラさんと、リミちゃん。オッケー。では引き続いて、アイランのモノマネしまーす。ドキドキ。ドキドキするのはこっちだよ。おはよう、世界。これでさ、あれだよね。飛び盛りみたいに声が出てくれたらあれなんやけど、出ないから、似てるのかどうか、全く判断つかんけんね。ちょっと気になる。二人はアピールを覚えた。いいところを見せたくて、いつもより頑張る。敵へのダメージアップ。まあ、こういうのがあるけん、仲良くなってくれる分には全然問題はないんやけど、呼んだ？怖い。怖すぎる。はい、そして。
お、違う違う違う。この画面じゃなかった。はい、そして。あれ、私、じゃんけんの方にした？違う違う違う。じゃんけんじゃなくって、ルーレットにしたかったの。はい、ルーレット。お願いします。ストップ。武器、ケチャップボトル。ケチャップボトルって思い切りすぎじゃないって思うよね。ペア旅行券 A クラス。さ、これは、これは、あ、ちょっと待って、あゆな一人だから。あゆな一人だから、もう、あとの二人に渡したかったの。くそ、お金になってしまった。はい、それじゃあ。お小遣い。やっぱりあゆなかな。はい、実験ゴーグル、買ってきてくださいまし。なんでなんで HP バナナ一本なの？いらんよ。くそ、無駄にしてしまった。はい、それじゃあ、出発しますか。このまま決定していきましょう。お、で、ここで、隣の国の王子、再会するわけだね。はぁ、初音ミク姫。もしもし？ん？お。私は砂漠を守る精霊。悪い魔法使いに閉じ込められました。どうかここから出してください。何でも願いを叶えます。さあ、このランプをこすってください。その調子です。もっと強く。自分がこすってるじゃねえか。うわー、名前がまた可愛らしい。ランプの魔人バイバイキン。キャッホー、出られたぞ。あの願いは。バーカ、嘘だよ、嘘。さて、また街で遊ばれてじゃね。暴れてやるか。じゃあな、やっほー。わかりやすいほどのクズだ。あ、そしてそこに、私が通りかかったということか。なるほどね。お前は、お、俺は何もしてないぞ。何も言ってないよ。こいつはくれてやる。魔法のランプを押し付けられた。つら。さっさと行ってしまえ。なんちょっとツンデレ風なん。お、そして、新たな街に、到着しました。いいね、いいね。トナリーノの街。はい。話が長いじいさん、ジャイアン。でもジャイアンっていうよりは、ジャイアンのお母さんっぽい感じがするな。ちょいとあんた、聞いてくれんか？ふんふんふん。大変なことになってしもうた。なんと、ランプの魔人が戻ってきたのだ。魔人売買金は困ったやつだよな。暴れたり盗んだり、好き放題やっておった。そこに現れた大賢者、モン様。魔人売買金をランプに吸い込んで出られなくしてくださったのだ。また悪さをしなければよいが。それにしてもスーちゃんの腕は素晴らしいの。シャララン、シャララン。スズちゃん、踊る案内人、シャララン。隣の町にようこそ。さあ、一緒に踊りましょう。シャララン、シャララン。さあ、こっちは出口かな。そんなような気がする。この人めっちゃ怖いんやけど。どういう状態？怪しい商人親子、恋人大魔王。確実に私関係ないや。お客さん、お父ちゃんが病気で大変なんです。まあ確かに感染してそうな顔はしている。ゲホゲホ。
どうか MP 飴を。MP 飴を500ゴールドで買ってくだ、買うんかい。MP 飴舐めた方がいいんじゃない？ 500 ゴールドくらいいいけどさ。あ、めっちゃ悪い顔。毎度。ではこちら500ゴールドになります。MP 飴を買ってしまった。そして送る。わーい、売れてよ、お父ちゃん。偉いぞ、小石。なんて親子だよ。あ、めっちゃ二トンやけど、これ。やばくない？え、超絶二トンやけど、すげえ。え？え、これ、友蔵やろう、ちょっと。似すぎやろう、ネーム探検家友蔵、素晴らしい。うむむ、おかしい。ん？絶対あそこにあるはずなんだが。友蔵元気だな、探検家。あ、そっか。じゃ、ここの友蔵が、あの、ファーストシーズンのリューチェル的な役割になるってことか。じゃ、この先もちょいちょい出てくるわけやね。すげえ。超元気なおじいちゃんや。やばいやばい。ギスギス夫婦、はてなはてなはてなと目が痛。この子の目、どういう状態？すごいな。あ、合わせとるってことかな？真ん中で、ぴったり重なるように。でもこれ、普通に分けたら可愛い感じの目なんじゃない？ちょっと聞いてるの？うるさいな。ランプの待ちんよ、大変じゃない。そんなのほっとけよ。あんたいつも他人事みたいに。ああ、もう静かにしてくれ。いやでも、静かにしてくれって言っても、あれやん。ちゃんと、ちゃんとね、そんなカリ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 せずに、話ぐらい聞いてあげなよ。この子前回となんか結構似とる気がする。かわいい。砂漠一のセレブ、リーリエ。リーリエ？ポケモン？あら、やだ、困ったわ。ランプの魔人が襲ってきて、うちの大切な財宝を盗んでいったの。あら、あなた、なかなか強、なかなか強そうね。イントネーション。財宝を取り戻してくださらない？いやよ。あら、嫌だわ。ランプの魔人が怖いのかしら。何そのバカにした感じ。怖くねえわ。わかったわかった。挑んでやるわ、私が。もうこの企んでそうな顔ね。こいつ使ってちょっと取り戻すか、みたいな。ムカつくわ。あら、助かるわ。魔人の住みか、地下迷宮よ。わしは町を出たら分かるはず。ふんふんふん。そっちか。なんか上にあるピラミッドのところへんかと思った。よし、じゃあ向かいましょうか。お願いね。リリアのお願いを引き受けた。魔人の住みか、地下迷宮よ。わしは町を出たら分かるはず。お願いね。めっちゃヒント少なくない？ちょっと遠出するにしては。はい、ということで、じゃあ今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。